貝割れ大根は、大根の発芽直後の排軸と使用を食用とする、スプラウト食材である。ローフードや酵素栄養学では、酵素を多く含む食材であるとして重視される。発芽に伴う、代謝の中で、種子の時には存在しなかった成分も、新たに構成され、ビタミン、ミネラル、フィトケミカルなどが含まれる。生のままサラダ、丼物の,の彩りとして用いられることが多い。 2012年6月現在、日本全国に36生産者44農場がある。そのうち25生産者が日本スプラウト協会に加盟している。生産者の多くは、貝割れの生産とともにブロッコリースプラウトやレッドキャベツスプラウト、豆苗、蕎麦など多品種のスプラウトを生産している。特に埼玉は生産量が1位である。文部科学省。 日本食品標準成分表2015年版厚生労働省日本人の食事摂取基準野菜 350g は本当に体にいいの食生活の嘘ホントフライデーデジタル2020年11月27日閲覧青葉 P89 青葉子野菜の日本史や坂処房青葉高調作戦2東京都2000年初版 ISBN4896944577 ありがとうございます。